ボイジャーブックスの基本操作。ボイジャーブックスの基本操作をご説明します。これが本棚です。マイブックと呼んでいます。マイブックにはサンプルとして無料の作品が入っています。本を選びます。ページを進めます。 戻します上下にツールバーが収められていますこのようにツールバーを表示してください文字を大きくできます小さくできます 横組組ににししまます。縦組に戻します。縦戻ページを一気にジャンプしてみましょう気になる言葉を検索してみましょう 目次を呼び出してみましょう。画面の軌道を調節できます。ツールバーをさらに上げると、インデックスバーが現れます。表紙に行ってみます。本を閉じます。途中で本を終了しても保存されているので、 続きを読むことができますこれでボイジャーブックスの操作説明を終わりますどうぞお楽しみください